もも先生と一緒に日本語を学びましょう。私は日本の大学に通っている学生です。毎日朝早く起きて学校に行きます。学校では数学や歴史の授業を受けます。放課後、私は図書館で勉強することがあります。 新しい言葉を学び、日本語の能力を向上させるために努力しています。私は家でも日本料理が得意で、特に寿司をよく作ります。週末になると、私は友達と一緒に映画を見に行くことがあります。日本の映画や外国の映画も楽しんでいます。友達との時間を大切にし、 充実した学生生活を送っています私は日本の大学に通っている学生です私は日本の大学に通っている学生です 毎日朝早く起きて学校に行きます。毎日朝早く起きて学校に行きます。学校では数学や歴史の授業を受けます。

新しい言葉を学び、日本語の能力を向上させるために努力しています。新しい言葉を学び、日本語の能力を向上させるために努力しています。

週末になると、私は友達と一緒に映画を見に行くことがあります。週末になると、私は友達と一緒に映画を見に行くことがあります。 日本の映画や外国の映画も楽しんでいます。日本の映画や外国の映画も楽しんでいます。友達との時間を大切にし、充実した学生生活を送っています。 友達との時間を大切にし、充実した学生生活を送っています。 私の職業は何ですか。正解は二番学生。学校で何の授業を受けていますか。正解は二番数学。 私が好きな食べ物は何ですか正解は2番寿司私は放課後に何をすることがありますか正解は4番 図書館で勉強する週末になると私は何をすることがありますか正解は3番友達と映画を見に行く Thank you for watching. If you like this video, please like, share, and comment, and don't forget to subscribe this channel. See you in the next video.